こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。台風でガラスが割れ、すべてベニヤ板になるほど頑丈なマンションしか作れないのに、バブルが膨らみ続け、住宅価格が信じられない価格まで高騰している韓国ですが、コロナ以前から日本の10倍も上昇したようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。コロナが拡散した2年ぶりに日本の住宅価格が 2% 値上がりする間、韓国は10倍の 20% 上昇したことが分かった。この期間、韓国の所得は 5% の値上がりに止まり、住宅価格の上昇率が所得増加率の4倍に達した。米国ダラス連邦準備銀行が発表した主要25カ国国際住宅価格の報告書によると、2019年末から2021年3四半期まで、韓国の住宅価格は 150.95 から180.96 と 20% 上昇した。同期間、日本は 89.82 から 91.26 で 2% 上昇した。2008年のグローバル金融危機直後の2009年2四半期 119.65 まで下がった韓国の住宅価格は、2015年3四半期 140.73 で初めて140台を超えた。2018年4四半期には 150.90 と150ポイントの大台を突破し、その後3年間に徐々に上昇した。住宅価格の急騰は韓国だけでなく世界的な現象だ。2019年以来、主要25カ国の住宅価格は 17% 上昇した。グローバル金融危機以降、10年以上世界的に低金利基調が続いて、コロナ拡散後、主要国が無制限な量的緩和に突入し、市場に莫大な資金が溶けたせいだ。カナダの住宅価格が 38% 上昇したのをはじめ、ニュージーランド 35% とルクセンブルク 28%、 オーストラリア、スウェーデン以上 27% の住宅価格も大幅に値上がりした。グローバル金融危機後急落した米国の住宅価格も2年ぶりに 21% 急騰した。韓国の住宅価格の上昇率は主要25カ国のうち8番目だった。世界的に住宅価格が 17% 値上がりする間、所得は 7% 増に止まった。韓国の仮処分所得は 5% 増え、住宅価格の上昇率の4分の1だった。住宅価格が所得より急激に上昇し、世界的に家計簿彩り度大きく増えたものと調査された。昨年3四半期の世界家計負債は55兆4000億ドル、約 6K6452兆ウォンと、コロナ拡散以前より6兆ドル 10.8% 増加した。家計融資増加分のほとんどは住宅担保融資と推算される。日本銀行の資金循環統計によると、昨年9月末家計負債は346兆円、約3596兆ウォンと、2年間で 4% 増えた。特に住宅担保融資は216兆円と 5% 増加した。専門家たちは、急増した住宅担保融資が世界経済の不安要素になりかねないと指摘する。それではネットの反応です。ムンジェインは、不動産政策の失敗一つだけでもすぐに弾劾に値するよ。これが無能政府の作品だよ。5000年の大韓民国の歴史の中で最悪だよ。二度と左派にはならない。ムンジェインの弾劾集会に参加するよ。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。